始めようアイリッシュセッション86曲目、ザ・メイド・ウ・マウント・キスコを練習しましょう。この曲は3つのパートがあります。それぞれの特徴を捉えて演奏してください。では最初から見ていきます。ここはロングロールで、そしてえ僕はタタタダラにアクセントを感じています。ここはシドレのトリプレットです。そして B パート、A パートはミラララとミソソソというのがついになって出てきます。それに対応するのが C パートで、 C パートは A パートを1オクターブ上げたようなメロディーですが、全体的に音域が高くてすごく盛り上がる感じがします。それに対して B パートはタカツクタカツクタンタカテクタカツンタカという小さなノリが感じられるパートです。それでは変奏を交えながら通して吹きます。